私はあの主に学校教育のところから始めたんですけど、実は企業からの研修依頼がとっても多いんですね。でその中で、まああの外国系の企業に吸収合併された日本の、日本の会社の研修担当の方から一度依頼があったことがあって、でその方の依頼内容の一番 の中心にあったのが、その吸収合併されて以来常に、外国人に日本人が責められている気がして、で責められているだけじゃなくて彼らにバカにされて下に 見られているような気がする。でそれはもしかしたらこの言語技術に関係がないですかっていうのが依頼の内容だったんですね。で結論から言うとですね、6時間この内容、この言語技術のエッセンスをかいつまんでやり取りしながら、講義をしたところ、最後にですね、皆さんの顔が、参加者の顔が明るくなったんですよ。でそれでおっしゃったのが、バカにされているというわけではなく、ただ自分たちの話が曖昧だったので普通に質問してただけだったんですね。でそれに気がついただけでもよかったっていうことをおっしゃり、で最終その後のその後日どうなったかもちょっと聞いてみたところ、日本人の側が果敢に質問するようになった。それでだいぶ問題が解消されました。そのお互いに質問を、はい、だからその外国人の質問っていうのは自分の言ってることは分かりにくかったんだっていうことを受け入れることができ、それでただ単に質問されてるんだっていうふうにつながってったんですけど、佐藤さん自身は例えばドイツじゃない日本で暮らしていて、その質問の分量がドイツと日本と違うっていうことを意識されたことってありますか？分量ですか？分量って言い方変なんですけども、まあ確かにドイツ人の方がいろいろその突っ込んだ質問はしてきますね。例えば、はい、もう本当にどこそこのお店で見た何々がこのセーターがその可愛かったっていうと、はい、そのことについて、はい、どこをどう可愛いと思ったかとか、そうするとそのセーターはなんかその正面にこういう模様がついてて、はい、こういう袖だったから可愛かったっていうのを詳細に言わないと、はい、分かってくれないってなって、でも、はい、まあ私はドイツで育って慣れてるので、はい、まあその聞かれたら全部説明して、はい、なるべく詳細に、はい、で特に気にはならないんですけども、はい、確かに日本人だとそこまでは確認しないかもしれないですね。日本人は一般的に例えばこれも例えば本にも書いたかもしれないんですけれども、例えば一緒に映画見に行って今日の映画面白かったねって言ったら、そうだよね面白かったねで終わってくれますよね。ところがやっぱり私もドイツにしろアメリカにしろどこにしろうっかり面白かったねなんて言うもんなら、ああしまったボケ取ったって思いますねっていうのは、面白いの実態を考えてないうちにダーッと質問が降ってくるので、ただ私自身もそれに通常日本語でも慣れてるので、質問されても返すことができると。でそれが、もう本当にもうドイツ語なんてめったに話す言葉じゃないのでほとんど出てこなくなっても、とりあえず日本語で考えることができるので、そうすると、拙いドイツ語でもそれを訳していけることができるんですけれども、ただ多くの多分日本人の場合、さっき の企業の例から言えば、なんで質問されるのか、自分の考えていることが曖昧だという認識すらないので、例えば可愛いって言ってしまえば相手が必ず忖度して受け取ってくれるはずだって思い込んでるところに、こう嫌のように質問が降ってくると、しかも大体相手が背が高かったりすると、もうそれだけで上からこう攻撃されてるような感じ。それは会話は英語の質問だったんですか？それは英語だったみたいですね。でも同じことをスポーツ団体の方もおっしゃってた。それはJOC で教えていて、いわゆるスポーツ団体のコーチの、研修だったんですけれども、その中に参加されていた方の一人が、ですね、イタリア人のコーチだった。でそのイタリア人のコーチがやはりもういろんな質問をしてくるので、ですね、コーチを変えてほしい、解任させてほしいというケースが日本の選手たちの中から出ていたので、ところに、ここで私が書いている問答ゲームを持ち帰って、もう毎日問答ゲームをしたんだそうです。とにかくその持ち帰ったコーチの方が、
そうしたところ1年経ってすっかり変わりました。あの環境が変わって、人間関係が変わって、コーチと皆さん、あの下手な英語で話し合いができるようになりましたっていうふうに言ってましたね。ということはやっぱりどういうことかっていうと、母語でできないことは外国語にならないんですよね。 そうですね、そこなんですよね、ポイントはね。よくなんか英語ができるとなんかよく、まあ、英会話教室の宣伝であるじゃないですか、はい、キャッチコピーみたいな、はい、なんか英語ができれば世界中の人と会話できるって、それはね、嘘ではないけど、多分決まった会話しかできなくて、あの私はこれが好き、私はこれが好き、あ、そうですか、はい、グッバイみたいな。そうですよね。でもやっぱりその深い話をするには、はい、やっぱりどうして自分が何々を好きで、はい、それは昔こういう経験をしたから好き で、はい、でこれを見るとその昔のことを思い出すから好きとか、はい、そこまで話せるようになるには日本語でも母語で意識してないと、はい、英語でも当然話せないので、はい、なんか言語の問題じゃなくて、まあ、思考とか、まあ、意識だけじゃないですね、両方ですね、考えてるかどうかですね、両方ですね、そう、あの思考の問題ですよね、大きいのはね。あの内思考は翻訳できないっていうのを、まあ、ちょっとどなただったか忘れた、ある方が書いてたんですけど、その内思考はまさに翻訳できなくて、うん、とにかく母語で、あ、とりあえず思考がないとそれは何語にもなりようがない、うん、っていうことを、まあ、その企業の方たちが気がついたっていうのが多分解消の大きな理由であり、まあ、そのスポーツ団体においても解消の大きな理由なんですね。でもサンドラさんの場合はまだまあ、半分以上ドイツで育ってっていうのが背景にあるから、多分日本人まだ許してくれるんですが帰国子女の私がそれやるともうソース感も食いますからね、日本人だからっていうので来ちゃうんですよ。でもなんか日本の世間は本当に帰国子女に対して厳しいですね。厳しいです、すごい厳しいです。これは私あの自分帰国子女だったハーフなんですけど、それでも、はい、あの気づきましたっていうのが、あの何年か前にやっぱりそのまあ、帰国子女、元帰国子女の女性と、はい、まあ、お友達になって、はい、でいろんなことを2人で一緒にいろんなところに遊びに行ったりとか、はい、一緒に仕事もしたりやってたんですね、はい、でその人は、まあ、その両親が日本人で、はい、だけどずっとドイツで育った人なんですけども、はい、女性で、はい、であのやっぱり彼女に対してみんなその周りの人が厳しくて、はい、例えばこう、まあ、足癖が彼女はあんまり良くないんですね、はい、その足癖が悪いで、そうすると結構、はい、えってみんな見るんだけど、なんか私が同じような、やっぱ私もあんまり足癖良くないんですけど、はい、私の場合はまあまあまあ、はい、外国人だからっていうのがちょっとあって、まあ、でまあ一時が万事その調子で、はい、まあ、日本語もあの、まあ、大人になってから彼女は習っているから、はい、まあ、ちょっと親に教えてもらえなかったっていうのはあるんですけど、はい、そのことに対しても周りがやっぱり厳しくて、はい、何あの人、親が日本人なら日本語ちょっと変みたいなのを結構露骨、はい、その視線は私も感じました、一緒にいて、はい、まあ、ちょっと気の毒だなっていうふうに、はい、もうあのそのために潰れてしまう帰国子女っていうのが結構いて、それが大体小学校高学年から中学校あたりで帰ってきて、でその日本での対処の仕方が分からなくて、そのまま学校で出してしまって、もう教員さんがあのおかしな子扱いされるっていう例が多いですね。でも私みたいに私高3の夏に帰ってきて、で当時まだ高3に入れてくれなかったんですよ。あのそれで1年下がるしかなくて、だから高2の秋から日本の学校に入ったんですけれども、まあ、それはまあ逆に言えばいい経験だったんですけど、高校、日本の高校を1年半経験できたので、で私ぐらいの年齢で帰ってくると、まあそういう対応された時はすいません帰国子女だからで逆にすっとぼけることができたんですけども、ただそれもっと小さい、ね、中学生とか厳しいですね、はい、あの本当足が動かなくなったことがね、何かして、そうです、ね、精神的にダメージが強すぎてってことですね、はい、だからこう、まあ、このハーフが美人になって妄想ですからっていう、そのサンドラさんの前の本なんかを読んでも、ハーフだからってすごく決めつけで、あの日本そのステレオタイプなっていうのを日本人が妄想するのがそれです。そうですね。ですよね。ストレオタイプは大きいですね。なんでそういうストレオタイプに基づいた質問はに関してはむしろ私は日本の方がされますね、ドイツよりも。ああ、そうでしょうね。こう、なんだろう、本当に夢は何語で見るのとか、あの、その両親はどこで知り合ったのとか、あの、日本とドイツどっちが好きとか、あの、まあ、そういう質問ってどちらかというと日本の方がされがち。それは多分その、
なんか全体的に言うと多分日本人の方が質問しないんですけど、なんかそのハーフとかちょっと特別な、あの帰国子女とかそういう人に対してはその決まった質問をするっていうのも確かにあって、世の中でそういう質問は逆に多いですね。私あの逆に変な話なんですけど、ドイツに行って歩いてたりすると道聞かれることがあって、なんで私が道聞かれるんだろうみたいなすっげーありました。あれはなんでなんでしょう。なんかあのまあなんか結構ドイツ人の場合なんかなんて言うんでしょう、そこにいる人だったらもうそこのこと分かってるって、あんまりこう見た目、そこまで気にしないですね。気にしてないっていうのは、多分歩き方が慣れてる風に歩いてるから、うんうん、っていうことですよね。だと思います。観光客風ではなかった。そうですね。だから道聞かれてもすいません、私もここ初めてなんですけど、あ、そうかっていう感じでしたけれども、うん、逆に私はその日本で20年ぐらいいますけど、道聞かれたことってほとんどなくって、あ、そうです。で、あのもうこの間そのコロナ禍になってから。本当に初めてなんか道聞かれてすごく嬉しかったです。なんかその住宅街歩いていたら、はい、あの結構あの高齢のおばあさん80代ぐらいの、はい、で私ちょっと迷い込んでしまって、目黒通りはどう行くんでしょうかって言われて、嬉しくて、はいとか言って、失礼しますって言って、まあ、それぐらい少ないので、あのまあ、割とドイツだとあのうちの母も日本人なんですけど、はい、まあ、うちの母も普通に道聞かれて、あんまりその、こういう見た目の人は聞かないっていうのはあんまり向こうではないですけど、日本だとはあるんですね。そうですね。私なんてほんの数年しか住んでないし、4年しか住んでないし、その上その道聞かれたのは結構旅行とか、あるいは学校の視察に行った時だったので、それこそミュンヘンに行った時も聞かれたわ。でもミュンヘンなんて私初めてっていうか、ほとんど行ったことがないので、道なんて聞かれても全然困るんですけど、の状態でも歩き方のせいなの。知ってそうな雰囲気、知ってそうな顔をして歩いてたんですね、きっとね。情報を持ってそうな、はい、聞かれて、うん、でもなんか見た目から入る情報ってやっぱり結構大きいんでしょうね。外国、外国人風とか外国人とか。そうか、じゃあ私がその外国人って、あと日本人の中にいても外国人に話しかけられるっていうのがよく何度か経験があるんですけど、それは外国でも日本でもなんですけれども、それってきっと見た目が否定してるように見えないですかね。情報を持ってそうで答えてくれそう。なんかあんまりこう、なんだろう、こうオーラでたまにいるんですよ。オーラ発してないと思うんですけど。なんかオーラでいるんですよ。なんか私は何も知りません、何もその関わりたくありませんみたいなオーラ出してる人って確かにいるから、ね、はい、多分もしかしたらそれを察知して、あとはなんか私はその英語はできませんからってオーラを発してる人もいるから、そしてやっぱ当然そうじゃない人に話しかけようって思うんですが、はい、なんかその英語を話せそう、はい、なんか情報持ってそうで教えてくれそう、はい、っていうことだと思いますけどね。なんかまあ勝手な想像で。別に私英語そんなに上手じゃないから英語できますっても書いてないし。そう、でもそれ大学でも一回、最初に大学入ったばっかりの時にいきなりアメリカ人に話しかけられて、なんでこれだけ日本人いるのに私に話しかけたのって言ったら、服装が違うってまず言われたんです。その時にはその時はハマトラっていうファッションが流行っていて、なんか横浜のトラトラなんて言って説明してくれるか分かんないんですけど、そうだ、膝丈までのスカートでっていう、ちょっとセーターみたいなね。そうそう、みんなその格好してる中で私だけジーンズだったんですよね。それでかもしれませんね。でもまた別の機会には、例えばそれは筑波の方の話なんですけれども、幼稚園の入り口に立っていたら、何気なくですね、幼稚園の入り口に立っていたら、多分今日その日に入ったばっかりの外国人がニコニコして話しかけてきたんですよ。で、あとからなんで私に話しかけたのってやっぱり聞いた。いや、あなただったら答えてくれそうな顔してた。やっぱりそう、顔どこに顔に書いてあるんだろうって、すごい不思議で、オーラだと思います。なんかその私は何も知りません、否定して目つきをしないんですけど、何も分かりませんので、なんか話しかけないでくださいみたいなオーラがないっていう、ない、そうなのかもしれません、ね、多分無意識のうちにそう走ってる人いるんでしょうね。まあそうですね、まあ、でも逆に言えばそういう人が多いのかもしれないですね。あと面白いのは、外国人と一緒に歩いてたら英会話の勉強で話しかけてくる人結構いるんですよ。ないですか、経験。英会話の勉強のために話しかけてくる日本人が結構います。私がその外国、それは筑波での話かな、日本、アメリカ人の友達と何気なく話しながら歩いていたら、いきなり全然知らない日本人がこうずっと近づいてきて、
でいきなり英会話始めて、で彼女びっくりしちゃって、あなたは私から何が望みですか、それは通じなかったんですよそれでしょうがないから、あの何をしたいんですかって聞いてますって言ったら、英会話の練習したいんですって言われて、もう私もびっくりしましたけど、彼女もでもそういう機会、そういうこと多いんだって言ってました。私はなんかその前にあのハーフが美人なんて妄想ですからの本の中にも書いてるんですけど、はいはい、あのまあ、自分実はその英語そんなに得意でもないので、まあ、当然日本に住んでいるし、あの、まあ、駅員さんとかになんか例えばどこそこの本屋さんは何番出口を出ればいいんですかって聞くと日本語で聞いて、でそうするとその答えがあの英語だったりするんですね。なんかのストレートアップ A1 ブックストアと言われて、だけどすごく嬉しそうにその駅員さん言ってたから、もしかしたらなんかその駅前留学とかそういうあの英会話スクールに通ってて、なんか練習したかったのかなっていう気もしました。でもそれって多分外国人だから英語で答えなきゃいけないっていう、それもあるんですね。スイッチが入っちゃうかもしれない。私全く逆で、外国人に話しかけられても日本語でまず答えるっていうのを徹底してます。まあ、日本だからっていうので、それで相手がびっくりしたらごめんなさいじゃあって切り替えるっていうふうにしていて、っていうのはなぜかっていうと、例えばドイツに行ったら私は絶対ドイツ語で話しかけなきゃいけないし、イギリスに行ったらとりあえず英語で話しかけなきゃいけないし、フランスに行っても一応あのフランス、その最初だけはフランス語で話しかけたりするじゃないですか。で、なんで日本では外国人に英語で一応、あ、まあ英語にしろドイツ、英語、大体英語か、英語で話しかけらなきゃいけないのか、ここは日本なんだっていうのが逆にあるので、基本的にまず日本語で答えてから、で相手が困ったらじゃあって切り替えるっていう、そういうことをしていますね。これは逆に言えば、あの自分も外に行けば必ず相手の国の言語で話をするので、じゃあここは一応母語が日本語だから、まずは日本語でいいんじゃないだろうか。でそうすると嬉しそうに日本語で返してくれる人もたくさんいますよね。そうですね、そうですね、難しいですね。言語ってどうしてもその見た目とつなげて、こういう見た目をした人だったらこの言語はできるはずできないはずって、そういうステレオタイプに入ってしまうので、難しいところではありますね。